どうも、フクロウです。はい、今回はですね、前回の動画の、一番ケツの方にね、ちょっと予告編っていうのを久々に作ってみたんですけど、何をしたいかというと、こちら、シン・ベックマンですね。これの、ラスト224番っていうラストを使ってるんですけど、まあ、ちょっとね、これ出た当初に、まあ、ちょっと細身とかね、で、やっぱ馴染みがね、正直あんまないなって個人的にも思って、まあ、なので、一応このシン・ベックマン動画ね、2本上げましたけど、まだちょっとその部分に関して掘り下げられてないかなっていうところもあって、で、今回やりたいのが、この224番っていうラストに対して、僕が、現状持ってるレッドウィングの靴の、ラスト、それから僕の履き心地とかね、まあこのレビューも兼ねて、比較をしていこうかなと思います。ということで、今回もこの3足並んでるんですけど、まずこれね、8番ラスト代表ということで、旧ベックマンですね、フェザーストーンが使って、入れてた、ベックマン9413かな、チェスナットのがまず代表で一足。僕持ってるね、8番ロストでいうとフラットボックスとか、まあ、9111アイアンレンジャー、まあ、あるんですけど、まあ、代表ということでね、ちょっと旧ベックマンに。で、こちら、ポストマンです。ポストマンオックスフォード210番ラスト代表で、今出てきてもらってます。まあ、代表って言ってもね、この一足しか持ってないんですけど。で、まあ、最後に今回の主役の224番ラストの、新ベックマンですね。この3足をちょっと話していこうかなと思います。じゃあ順番に、この3足の並びにも実はちょっと意味があって、何かっていうと、ゆったりがこっちがまあシャープっていうような、並びになってます。ということで、ゆったり代表のこの8番ラストですね。今回はこの旧ベックマンを出してますけど、レッドウィングの中ではどうやら一番こう歴史の長いラストみたいで、てっきりね、875のね、あのラストかなと思ったんですけど、ちょっと今回僕持ってないんで出してないんですけど、なんですけど、どうやら8番ラストがかなり、まあ、歴史が深いみたいで、まあ、やっぱりね、今現行で売られてるブーツを見ても8番ラストのものって結構多いんですよ。さっき挙げたように僕がね、持ってる靴も結構8番ラストが多くて、話した通りにまあ結構ゆったりしたラストになってますので、比較的こう8番ラストの靴って日本ですごく人気なブーツ多いんですけれど、まあ、日本人の足型に合ってるのかな。僕も履いててね、まあ、レッドウィング、それ以外の、ブランドも含めてなんですけど、すごく履きやすいなっていう印象はやっぱりありますね。上から見るとこんな感じですね。ここね、やっぱりトゥーの部分がちょっとこう丸いというか、この幅感がね、ちゃんとあるので、中でね、こう締め付けられるような感じは正直あんまりないかなっていう印象です。まあ、ゆえにね、フラットボックスの、ブラッククロンダイクとかね、ああいう硬いレザーで、作ったとしても、まあ、足はズダズダになりますけど、まあ、大丈夫というのがあるのかな。だから、まあ、それこそブーツをそんなにこれまで履いてこなかった人でも、まあ、一発目にね、ちょっとこうセレクトするのであれば8番ラストのブーツいいんじゃないかなとは個人的には思いますね。はい。まあ、とはいえね、まあ、ちょっと今回のこの動画の話全般に言えることなんですけど、その履き心地っていうのはね、必ずしもそのラストが大きくこう左右するっていうわけではないので、あくまで、いろんな要因のうちの一つというふうに捉えていただければと思います。まあ、履く人の体調だったりコンディションとかね、まあ、それから時間とか、まあ、あと革質ね、アッパーの、まあ、いろんなこう要因があるんでね、そのうちのまあ一つの、部分になってくるんですけど、まあ、このシンベックマンに関してはね、ちょっといろんな多角的なポイントで最後履き心地評価をしたいなと思うんですけれど、はい、なので8番ラストはまあちょっとゆったりめですね。で、次この210番ですね、ポストマンの、まあ、ここから見るとこんな感じ。やっぱりね、8番に比べてね、ちょっとこのつま先の部分にかけてのシェイプがやっぱり鋭角というかね、シュッとこうなってる、ちょっと細身。見た通りで分かると思うんですけど、もう本当にザ・革靴のラストに一番近いかなと、レッドウィングの中でもね。ミロワンとかもそうですけど、まあ、ミロワンは210番じゃなかったかな、ちょっと潤いですけど、ポストマン、それからまあ、シキューベックマンだったり、まあ、8番ラスト系のブーツ。この辺りは履いたことあるよっていう人は非常に多いと思いますし、まあ、ちょっと今ね、まあ、価格高騰っていうところ、変わってね、上がるよっていうところもそうだし、単純にちょっとこう、店先に並んでないよっていうので、なかなか試し履きというかね、そういうのはちょっとやりづらいところではあるんですけれど、まあ、展開してたね、期間を考えると、もうすでに持ってるよって人も非常に多いと思うんで、まあ、8番ラストよりかは、まあ、多少ね、まあ、これブーツじゃないんで、完全にこう、そこだけで評価っていうのはね、感覚的に難しいところではあるんですけれど、まあ、ちょっとこう細い感じですね。で、まあ、ちょっと224番との比較になるんですけれど、ここからは個人的には、まあ、確かにこの順番どういいかなとは思ったんですけれど、このシャープ度合い、ちょっとポストマンと比べると、まあ、こんな感じ。僕はね、
あくまで僕はなんですけど、あんま変わんなくないかなって思ったんですよ。ここはね、さすがにね、まあ見てもわかるんですけれど、履いててもうん、ちょっと違うなとは思いました。そこはね、ただここは正直そこまで大きな差を感じなかったというか、ラスト的な面で見るとね。で、ただまあ、やっぱりそれでも細身なんだなって感じたエピソードが1個あって、今回のこのシンベックマン、これまあ先芯が入ってるんですよね。で、アッパーに使われてるのがエクスカリバーで、非常に柔らかくてちょっと薄めのねレザーなんですけれど、この先芯が入ってる部分とそうじゃない場所、要はこの側の部分だよね、に明確な境界線が見えたんですよ。ここちょっと今足入れしてないんでね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ざっくりこの辺りがちょっとこう、なんだろう、カーブの具合が違うというかね。当然足が入ってるんで、ここのアッパーの部分ってニュッとこう広がってはくるはずなんですけれど、それによってここでカクンとこう一個こう段差を減るというか、うん、8番ラストの時にはなかった、この段っていうのかなが見られたので、ああまあやっぱりじゃあ8番よりもここの特に2にかけてが少しシャープさっていうかね、まあ、細身なんだなっていうのはやっぱ感じましたね。なのでまあ細いって言われてるゆえんはそういうところにあるのかなと、まあ、確かに細いなとは感じました。で、まあ、ここまでが、まあ、ラストっていうところに関しての、まあ、比較、まあ、それから実際に224番のシンベックマンを履いてどうだったかっていうところなんですけれど、ここからはこのシンベックマンをちょっとこう主役に、まあ、スポットライトを当てつつ、履き心地どうだったかっていうところを、だいたい半月ないし20日間ぐらい、もう発売から20日経ってるかな、うん、ざっくり、まあ、大体半月かな、履いてみてどうだったかっていうところにちょっとフォーカスしてみようかなと思います。結論から言うと履きやすかったですね。なんかね、ちょっとこの224番の細身っていうところ、細身っていうそのワードが結構先行しちゃってるかなっていうのが個人的に思ってて、まあ、何かというと細いイコール窮屈っていうその方程式がね、僕も正直履く前はあったんですけど、実際履いてみると正直そういうわけでもなくて、やっぱりその最初にちょっと話した履き心地を構成する要素っていっぱいあるよって話だったんですけど、個人的にはラストよりもアッパーの素材っていうところがウェイトとしては大きいんじゃないかなってこの靴を履いて思いましたね。で、その、まあ、これよりゆったりしてて、かつ6インチ丈、同じね6インチ丈で、で、なんせ新旧であるっていうところのこのベックマンとの比較ができて、で、かつ派生系のフラットボックスがある中で、一番履きづらかったのは正直フラットボックスだったんですよ。痛いとかね、そういう意味でね、物理的にね足が当たってとかなんですけど、今回のこの224番を使ったシンベックマンは、まあ、ちょっと正直そういった、まあ、感想はあんま出てこないというか、2本目のね、シンベックマン動画でいきなり1万歩歩きましたっていう動画でも、まあ、言ってるんですけど、まあ靴ずれもないですし、なんかこう別段こうなんだろうな、足がこう当たってこうでああでっていうのが正直ないんですよ、特筆すべき点が。でプラスのポイントで言うと、この224番っていう、まあ、比較的ねこうやっぱり細くなればなるほど靴ずれって絶対起きやすくなるはずなんですけど、まあ、それが見られないアッパーとの相性の良さ、まあ、そこのバランス感覚っていうところが非常に良かったのかなと思いますね。まあ、エイジングに関してはちょっと一旦置いときますけど、今は履き心地っていう面だけで言うとすごくこう考えられてるなというか、すっきり見せたい、細くしたい、224番を使いたいってなった時に、じゃあアッパーどうする、ブラッククロンダイクで行こうって言ったら、何枚靴下をね血で汚すかっていうような戦いになってたと思うんで、まあ、ここでクロンダイクじゃなくてエクスカリバーを持ってきてくれたのは良かったなと思いましたね。まあ、もちろんね、その履く靴下や足型、状況等によってね、靴ずれっていうのは、まあ、どうしても発生してしまう部分はあるので、いや俺は靴ずれしたけどなって人も当然もちろんいるとは思うんですけど、僕もたまたましなかったっていうだけだと思うんですけど、はい、なんですけど、まあ、やっぱりこのエクスカリバーの柔らかさによって、今回はこの224番のラストの窮屈、靴ずれするかもっていうところがブレないっていうところにちょっとこうシフトチェンジできてるんじゃないかなと思いました。このブレないっていうのもまた一つ重要で、難しいところなんですけど、窮屈で当たりすぎても靴ずれは起きるし、かといって、まあ、足に合ってなかったりとか大きかったりとかね、まあ、要はブレてる状態足の中で、あとそれはそれで靴ずれ起きるしっていうところで、細くてで柔らかいレザーでギュッとこうホールドしてくれるので、中で足がね遊ばないんですよね、変に。8番ラストももちろんそういうのってあんまないんですけど、やっぱ履いてて思うのは、よりこっちの方がやっぱホールド感がしっかりしてるんで、
なんか疲れにくいなって印象で、最初になんか軽いかもって話した理由、あの歩いてみて、で多分そこなんですよね。ブレるとやっぱり疲れやすくなるんで、それがねなかったんですよ。で僕の仕事でも結構歩くこと多いん で平日のね1日の平均の歩数がだいたい1万歩ぐらいなんで、歩いててもベックマン、旧ベックマン履いてる時と新ベックマン履いてる時で体感が全く違うんですよね。もちろんあのこっちねポロンが使われたりとか、あとこのアウトソールね、これもベックマンソールに対してこっちがグロコードソールっていうところで、まあもちろん違いは各所にあるんですけれど、やっぱりそこのフィッティングの良さっていうところにつながっているんじゃないかなと思います。なんで、こう224番のラスト細いから、まあ、ワンサイズ上げるって人も非常に多いと。だからもう俺も上げちゃおうかなっていうのももちろん全然ありですし、あの変にねやっぱ窮屈に履いて、やっぱさっき言ったように靴ずれが起きやすい状況になっても、まあ、良くないんで、そこは実際履いてみてっていうのは非常に重要なんですけれど、かといってなんか変にこう警戒しすぎなくてもいいかなとは思いました。今回これ履いてみてね、僕も最初ちょっとおっかなびっくりというか、みんながワンサイズないしハーフサイズ上げてるやつをそのまま履くっていうねやっぱり無理かなとか思ったんですけど、いざ履いてみたら全然そんなことなかったんで、まあ、なので幅広の人ほどこの224番っていうラストに対してはちょっとこう、まあ、マイナスな印象をねちょっとこう受けやすい方は多いのかなとは思うんですけれど、まあ、そういう方でも多分ハーフサイズぐらい上げたら全然対応圏内になってくれるのがこのアッパーのねエクスカリバーのまあ効果というか、なんか剣みたいですけどねマジックカードみたいですけど、まあいいバランスなのかなと思いました。なので総じてまあ評価で言うのであれば、履き心地としては非常にいい部類に入ると思います。まあ、着脱もね楽だし、まあ、僕の中で1位はあのスレートミルスキナのアイアンレンジャーなんですけど、まあ2位にはなるかなっていうふうに思います。この期間の短さ浅さで、まあ、こんだけ足にぴったり合うっていうのは、こういった靴を履く機会が少ない、まあ、一般的なこうスーツを着るね社会人の人にもエイジングを見て取りやすいっていうところもありますし、まあ、あとなんせねこの見た目なんで、まあ、ちょっとこうオフィスカジュアルレベルであれば全然運用できるよっていうところも含めて、すごくバランスがいいのかなと思います。まあ、かといってねじゃあ履きづらいかって言ったら全然そんなことないんでね、まあ、あれなんですけど、なかなかこう未知のラストではあったんで、まあ、この靴を実際に履いて発信している以上は何かこうね、これから12月ねボーナス月にもなりますし、1年間頑張った地面のご褒美に一足買おうかなと思ってる人とかね、まあ、季節も季節なんでやっとねやっと涼しくなったんで履きたいっていう人もね多いと思うんで、まあ、靴選びのこう一助になればなということで、今回は、まあ、新ベックマンのこうサイズ感、フィッティング、そして何よりラスト比較という側面からちょっと見てみました。まあ、最後にじゃあちょっとだけエイジング報告というかしてみますか。約半月ですね。まあ、とはいえ毎日履いてるわけじゃないんで、履いた日数で言ったら多分10日間あるかないかぐらいになりますかね。まあ、ちょっと片足試験も持ってきたいですけど、当初の公約通りに、ブラッシングのみでの、ケアになるので、正直ねそのすごいツヤがとかっていうのはあまりないんですけれど、シワはね結構いい感じに細かいシワがブリブリブリってこう入ってきているので、イメージ的にはねこっちのフェザーストーンのこのねキューベックマンの時のシワの入り方にちょっと似ているかもしれないですね。ちょっとねあのレザーとしてはちょっと違うものなんであれなんですけど、とはいえこのくるぶしの部分のねシワとかはもうなんか今まで見たことないシワの貼り方してるんで、まあ、やっぱちょっとこう、履き心地としてはいいけれども、まあ、革としては柔らかい、履き心地がいいっていうのはエイジング的な観点で見るとね、まあ、10年後を考えた時に、まあ、どうなのかなっていうのはちょっと心配ではあるんですけれど、まあ、大丈夫でしょうと、まあ、ちょっと楽観的にねまあ行こうかなとは思うんですけれど、まあ、そこはねケアだったりとか含めて、まあ、ちょっと様子を見ながら、お話今後ねしていこうかなとは思ってますんで、また気になるなという人はぜひグッドとチャンネル登録の方お願いいたします。もうすぐ3000人いきますんで、ぜひチャンネル登録ね、ぜひぜひ。バイバイ。